前回のお詫びと訂正。というわけでまとめです。結果は、ゲームシステム上、ビートでも1位を取ることは可能である。ただし、ウワイラとベイロンの2台が、いない時を狙う必要がある、でした。すみません、嘘つきました。この度は、私の未熟さゆえに、皆様、そしてビートガチ勢の方にご迷惑と、不快な思いをさせてしまったことについて、お詫び申し上げます。まず、前回の動画についての訂正をさせていただきます。前回の動画で伝えたことは2つ。1、ゲームシステム上ビートでクリアは可能であるという点。2、ウワイラ、ベイロンがいないことが前提であるという点。上記の中で、2番の、ウワイラ、ベイロンがいないことが前提である、という部分が間違っておりました。もともと、この企画に関してはコメント欄から拾ってきたものであり、ベイロン相手でも勝てるよというコメントに対し、ネット上での書き込みゆえ、嘘か本当かはわかりません。これまでの経験上、絶対に無理だと確信していたため、嘘だと思っており、スルーしておりました。ですが、視聴者さんの中からこんな動画を紹介され、拝見したところ、普通に勝っててはロ勝利できることが確認されました。よって、嘘をついていたのはコメントではなく、ウプ主であったことがわかりました。繰り返しになりますが、大変申し訳ございませんでした。今後は、このようなことがないよう、情報収集及び、運転技術向上のため、精進してまいります。クリアできるならお前もやろうか。まあでもやる前に分析をしよう。根性だけで押し切ってもいいですが、せっかく攻略動画があるのでそれを参考にしましょう。まず、はじめに数字の比較です。前回の動画より、赤枠で囲ってあるのが私のタイム、そして、緑で囲ってあるのが提供者様のタイムです。これを見てもらえばわかる通り、グリーンラップを取れている時、タイムに大きな差はありませんので、腕前の差に、大差はないと感じられます。ただし、問題は1周目です。わかりやすいように、書き表してみました。ウプ主は30秒台に対し、提供者様は、26秒台をマーク。これだけでも、およそ 3.6 秒の差が生まれているわけです。ですが、前述した通り、腕前に大差はないはずなのに、タイムに大きな差が出ている。これは一体どういうことなんでしょうか。答えは、簡単なことです。参考資料があるので、そちらをご覧ください。まず、こちらはウプ主の1周目の様子。デブナーを抜けた段階で、前には4台もの車がいますよね。で、こちらは提供者様のプレイ画像。1個目の S 字で 4C を抜き去った後、前には、カウンタックと R8 の2台。この2台をデブナー1個目で抜き去り、抜き去った後は、試験までクリーンラップを取れていました。つまりです、ウプ主は1周目、他車のせいでクリーンラップが取れなかったのに対し、投稿者様は、デブナー以降クリーンラップが取れていた。まるで運命じゃないかこれは。そうです。ビートチャレンジには大きな落とし穴がありました。それは、敵キャラインナップ次第で、大きくタイムが変わってくるんです。それも、実力以外のところが大きいので、敵キャラインナップを厳選する必要がありまして、厳選したものがこちらになります。ですが、正直投稿者様と同じにすることはできなかったので、あくまでも自分流の攻略でやらせてもらうぜ。まずは最初の S 字区間で MSX をパスする。で、デブナー1個目をショートカット、そしてブレーキングで向きを変えながら、死ぬ気で、これ一応、デブナー2個目もショートカットした方が早いっぽいです。で、次のヘアピンですが、GTO の位置を気にせず突破、こっちの方が侵入スピードがあるので前に出れます。一応、これが僕の中で極力クリーンラップが取れるラン数でした。死ぬ気で、こらー試験をショートカットして、F14 に並びます。外側の鳥取砂丘に足を取られないように注意しましょう。スーパーレイトブレーキング第1コーナーは、MSX の動きに注目します。MSX とフェラーリの間をうまくすり抜けて、減速を一切せず、ショートカットに移りました。セクター1の区間タイムは39秒台に乗せておきたいです。見えた行けデブナー2個目でマクラーレンをパスして10番手に浮上。セクター2区間タイムは3秒台前半に乗せておきたいです。2周目のスプーンで、前を行く裏間に追いつきますが、ギリギリ届きません。だけど、無理に抜こうとはせず、落ち着いてスリップを活用。どうせ試験で抜けますから、セクター3の区間タイムは2秒台に乗せておけるといいですね。バイエ出たいですね。出たいですね、これ試験勝負ですね。ですが、2周目の試験は注意が必要。このままのペースだと、マクラーレンと追突してしまうので、相手の位置を見ながら、ブレーキを踏んで遅らせます。ここだけがどうしてもタイミングが合いませんでした。これも運要素の一つなんですよね。だけどそれで終わりだと思ったんですか。甘いですよ。ここでのロスを取り返す方法が一つあります。こうやって使うんだよ。
ピンチをチャンスに変える。これがビートチャレンジでは必要なのさ。勝つためにはいろんなテクニックがあるってことを覚えておいた方がいいぜ。3周目のショートカットで2台パスして、その勢いのまま、もう1台パスして4番手に浮上。ここまではとても予定通り。ここまで来て、疑問に思っている方も多いだろう。序盤は結構敵車に邪魔される場面も多く、あまり良くない敵車ラインナップなのに、どうしてこの乱数を選んだのか。それはこの先に答えがあります。ベネイモの前にワイラが走っているではありませんか。だからと思った方、甘いなぁ、本当に甘い。ワイラがこの位置にいる、それこそがこのレースの結果を大きく左右する奇跡のような位置関係なのだよ。4周目突入、2周目のロスをカバーするかのようにタイムも24秒台に乗せていきます。前回の俺とは違うんだ。走行距離を見てもらったらわかりますが、約1750キロ、大体ですが鈴鹿サーキット300周も走り込んできたんだ。こんなところで負けるわけにはいかねえ。4周目のショートカットでウアイラをパス。さあウアイラ、あとはよろしく頼むぜ。ここで一つ皆様に質問です。たとえドライバーがどれほど優秀であったとしても、100馬力しかない車は100馬力しか出せないし、コーナーもタイヤの性能分しか曲がることができません。そんな条件でタイムアップするにはどうしたらいいでしょうか。このストレートでその答えがわかります。上のミラーを見てしっかりとタイミングを測り、こうやって使うんだよ。そうです、ウアイラに追突してもらうことにより、ビートが持っているパワー以上の加速を実現できるのさ。だからあの時ウアイラの前に出ておく必要があったんですね。5周目に突入、タイムはなんと23秒台をマーク。このタイムはビートの性能をはるかに超えているタイムだ。そして4周目にウアイラの前に出れたこと、これが5周目にも嬉しい副産物を生み出してくれる。さあついてこいよ、俺の仕掛けたトラップはもう始まっているんだ。敵車は一度抜かしたらもうタドと追いついてくることはない。だけど、ウアイラは別格、ちゃんと俺についてきてくれるのさ。心なしか、ベイロンの背中も近づいてきましたよね。バーバックストレート、ウアイラ頼むぜ。死ぬほどにぜ、たまんねえ。サンキューウアイラ。さあファイナルラップだ。タイムはまたも23秒台に乗せていく。こっからが勝負どころだぜ。勝負を仕掛けるとしたら、もうデブナーしかないだろう。デブナーの2個目で前に出られるかどうか、そこに全てがかかっている。機動性確実に一つずつの勝負。ええか、進入スピード、いや行け、ケツを出し切りに4回で。よっしゃ抜けた。相手はドアンダーを出して外側のトップに左中に、対するこちらはショートカットで前に出る。だけど本当の地獄はここからなんだ。ウアイラの時でも結構危うかったが、ベイロンはウアイラよりもさらに重い。だから追突された時が一番怖い。さあバックストレート勝負、絶対前には出さねえ。ブロックラインを取っていくぜ。ここ抜かせ、諦めろ。ここで諦めてたまるもんかよ。さっきの衝撃で少なからずベイロンにダメージもあった。だから思っていたほど離されていない。ファイエ出たいですね。出たいですね。これ試験員勝負ですね。松田を今一生懸命ロシタが入れて、大試験員で勝負に出た松田次を死ぬ気でこらー。ダッサー抜けた。よし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 、ここまで来ればもう勝ったも同然だ。一応後ろを警戒しつつ、今ゴールイン。お疲れ様でした。ギリギリでしたが、ビートでも1位を取ることができました。まあこれをやるのに10時間くらいやってたんですけど。というわけでこれが正真正銘のまとめです。結果はビートでもベイロン相手に1位を取ることは可能である。ただし運ゲー要素がかなり強いので、実力で勝つのだったらベネイの相手にすることでした。これでようやく胸を張って言えるわけですね。まあ最後に個人的なあれですけど、得たものはさっきの証明結果ですが、休日と指の体力を失いました。皆さんもやろうなんて思わないでください。じゃあな。